こんにちは、 FF14 ハウジングマニアのおねんねです。 Twitter もよろしくお願いします。今回は植物園の廃墟を作っていきます。というのも、先日私はこんなツイートをしました。自動的にお題を決めてくれるルーレットで、花の香りあふれる国営の森風の廃墟と出てきたのです。ルーレットを回してみたい人は概要欄にツイートを置いておくので、そこから辿ってください。というわけで、今回は廃墟となってしまった植物園を作ろうと思ったのです。かつては植物の研究所であったのに、忘れ去られた施設のような、それをアパルトメントの中に作っていきたいと思います。この大きなベッドをあずま屋のようにして使うのが好きです。今回は密度の高い部屋を作りたいので、狭い空間を作ります。白金用ダンスを回転させて使います。グリーンパーティションを置いて植物の雰囲気を出します。コメントでグリーンパーティションについて質問をいただきましたので、お答えします。質問を読みます。直接グリーンパーティションに窓をつけるやり方はあるのでしょうか。少なくとも私はグリーンパーテーションに窓をつける方法を知らないです。ホワイトパーティションに窓を貼り付けてグリーンパーテーションと重ねています。このようにいただいたコメントに対していくつかお返事をさせてください。また皆さん、いつもすごくたくさんのコメントや高評価、シェアなどありがとうございます。それらは私のモチベーションに直結しています。ではコメントを紹介します。 Thank you for this wonderful channel. Keep up the good work. I got this comment in English, so I answer it in English too. I'm very happy to know some foreign people enjoy this channel.I don't have much confidence with my English because I studied it all by myself. But I try to do my best to share the tricks of housing in English. Because housing has infinite possibilities. So please continue to support me to enjoy housing more and more.次のコメントです。階段のところどうやって切り離してるんだろう。今やっている階段の浮かせに関してはこの動画で詳しく解説しています。過去にたくさん浮かせに関する解説や小技を紹介していますので、探してみてください。主なものは概要欄にあります。次のコメントです。歌のお姉さんみたいな綺麗なお声でとても聞きやすかったです。実は声に関するコメントはたくさんいただいています。とても嬉しいです。ありがとうございます。動画では説明をすることが多いので、少しでも聞きやすいようにと頑張っています。声がない動画もあるんですけど頑張ってます。 FF14 だと誰の声に近いんでしょうね。自分だとわからないので、ぜひコメントでこんな声だよって教えてください。次のコメントです。すごすぎる、参考にしたいけど真似できない、泣き。ありがとうございます。すごすぎるなんてね、嬉しい感想ですね。ありがとうございます。うちのチャンネルには2パターン動画があります。一つはゆっくり解説することを重視した動画です。ハウジングの怖さなどを少ない家具でゆっくりと解説しています。もう一つはこの動画のような部屋全体を作る動画です。
こちらの動画では全体の流れが分かるよう早送りで動画を作っています。浮かせなどの細かい小技については前者を、ヘア作りの流れについては後者を見てください。ちなみに浮かせについてはこの動画で詳しく解説しています。2020年10月後半時点で3万5000回も再生されているようで嬉しいです。次のコメントです。いつかは自分のアイディアでハウジングしたいと思いつつ、ハウジングスナップから丸パクリしてるので、こういう動画は助かります。自分のアイディアでハウジングできるようになる方法はいずれ動画にします。私は設計図も何も用意せず作っているので、私の方法は楽だと思います。さて、コメントへのお返事をおしまいにします。これからもコメントを読むのを楽しみにしています。感想のツイートなどもいつも読んでいます。さて、錆びた階段を設置し、あとは細かく装飾していくのみです。草木をできるだけごちゃごちゃと置きます。机を置いてみたら良かったので、そのまま使います。草花の研究施設だったように見せたいので人工物も置きます。梁も用意します。梁から植物が垂れている感じにしたいです。廃墟に見えるよう絨毯を斜めに置きました。これからもうちょっと装飾して完成です。このチャンネルでは他にもたくさんのハウジング例を紹介しています。チャンネル登録して一緒にハウジングを楽しみましょう。家具設置数は97個でした。ではまたねー。